外に出た私たちはすっかり異形の姿になっていた。さあ行かなきゃ。夜は短くてお祭りはまだまだこれからだ。たくさん花火をあげよう。たくさんお祝いを歌おう。私たちはしっかりと手を握って村に向かって走り出した。おじさん、久しぶりだね。あ、この人、私にいつもいたずらを。よし、やっちゃおう。ちょっと怖いけど、でもリコネが楽しそうだからまあいいか。大人になっても、おばあちゃんになっても、私たちは一緒だからね。金物屋のおばさん、私たちを見つけるたび
刃物や鍋で脅して追いかけてきたっけ。私たちに命乞いしたってしょうがないよ。だって安寧のためには犠牲が必要なんだもの。生き延びるの。私のお星様、素敵なあなたを守れるよう、もっともっと強くなる。
片付いた。次はそうだな、宮司のおじさんにしよう。リライが神様だということをきっと知っていたに違いない。とびきり痛めつけて、とびきり後悔させて、呪いの糧にしよう。村のためだから仕方ないよね。生き延びるに助けてくれ、見逃してくれ、死にたくない。一番往生際が悪い。おとなしくしてれば楽にするのに。おじさんはいつも私に人のためになることの大事さを教えてくれました。ありがとう。その意味がよくわかりました。私を殴って縛って尊厳を奪って、そうすれば私がみんなのために死のうとすると思ったんですね。だから同じことをおじさんにもしてあげます。破る神はままならぬ。その力に触れた時、人の子にできることなど何もない。力づくで決める。
これでは体のほてりが収まりません。みんな必死で許しを請う。これまでとはまるで別人みたいに、自分たちがいかに間違っていたか一生懸命に語ってくれる。でも私たちが許さないって言うと、みんな真っ赤になって襲いかかってくるんだよね。だから私たちも仕方なくあなたたちに対処するしかないの。暴力では何も解決しない。武器を持ったままそんなこと言われても説得力ないよね。犠牲になれば済む話だと思っていた。でもイコネが教えてくれた。私が死ななくても村の人々は静かに暮らしていける。だってお狐様は瞳悟空なんてなくても稲穂と油揚げを備えればご加護をくれるんだもの。大人ってみんな嘘つきだね。つけなきゃ。私にはやるべきことがある。どんなことがあっても最後までやり通してみせる。
諦めない。でも、これでいいのかな。たくさんやっつけたけど、だんだん関係ない人が混ざってきている気がする。楽しくなってしまって、だんだん何も考えられなくなってきているような気がする。生き延びるには、これでいいのかな。いいんだよ。そっか。少し迷ってるみたい。でもこんなに楽しいんだから何も間違ってないよね。あー楽しい、あー楽しい。
最後は村長さん、こんな村を今日までありがとう。あれ、どこに行こうとしているのかな。そんなにたくさんお金を持って。ふん、それはきっとみんなのお金だね。逃がさないよ。こっちに来るな。村の人たちが作った血だまりの上に私たちは寝っ転がる。空を見上げると花火が上がった。誰が上げたんだろうね。みんな死んだのにね。でも綺麗だね。うん、綺麗だ。たまや、二人一緒に声が出た。それがおかしくて私たちは笑った。生まれて初めてちゃんと笑えた。トロッコ問題の重要な部分は地下水を守るために小水を殺せるかです。少数のために多数を殺すことはありません。すでにデバーは少数の方に倒れています。わざわざ動かさなければ多数が救われたのに、どうしてこうなった。どうしてこうなった。でもたまにはいいかもしれません。毎回引き殺されている1名の方のことも考えた方がいいかもしれません。諦めない。
失礼します。力ずくで決める。